速報ですついにこれまで長年なかなか変わらなかった高校軟式全国選手権の在り方が少しだけ変更されます今年の大会から組み合わせ抽選がオンラインで実施ということが発表されました本日6月28日5時のタイミングで全国高校軟式野球選手権の公演になっている朝日新聞さんとあとは毎日新聞さんが まあ社国という形で全国選手権の要項を発表されましたその中の一文でこの組み合わせ抽選会をオンラインで実施するという記載があったのでそのことが判明しましたこちら毎日新聞さんの方にもそのように記載がありますちょっとここで1年前の動画を振り返ってみたいと思います ま、あと思ったのがですね、あの、まあ、例年この組み合わせ抽選が、まあ、代理抽選ということで、甲子園開催中に高野連のまあ役員さんが集まっているので、まあ、その中で、ま、代理抽選ということで行っていたんですけど、まあ、このご時世ですので、もう、例えばリモートの抽選会とかをしてですね、本当にもう完全に出場校によるくじ引きによって対戦カードを決める っていうのも面白いかなというふうに思います。まあ、ある程度透明性があった方が見合わせ抽選一つにしても盛り上がってくるんじゃないかなというふうに思いますね。ということでこの声が届いたかどうか分かんないんですけどあの、はい、いい方向に進んでよかったなというふうに思います。ただちょっとこれあの、冷静になってみると、これ8月13日にオンラインで実施ということで、オンラインで代理抽選するっていう可能性も、まあ、この書き方だったらありますよね。まあ、自分のうがった見方で、まあ、そんなことも思っていたりしたんですけど、まあ、本日この高野連さんのホームページにも 開催要項が発表されていました、えー、その中でですね、しっかりとこの組み合わせ抽選、8月13日に代表校参加によってオンラインで開催するっていうことが書いてあったんで、まあこれは間違いないということで良かったと思います。オンラインで代理抽選っていう最悪の、はい、ケースもちょっと想定できたので、ちょっとそれは回避できて良かったです。はい。まあおそらくなんですけども、今年の春の選抜ですね、公式の選抜が、このオンラインで出場校全32チームですかね、選抜の。キャプテンがあのオンライン会議でくじを引いて、 組み合わせを決めるというようなやり方が行われたようですまあ、それである程度のやり方というかノウハウができたことでこの何式でもやろうというような流れになったんじゃないかなというふうには思いますまあ、ちょっと動画は貼れないので概要欄にその選抜の組み合わせ抽選の様子の動画をリンクを貼っておくので、はい、参考に見てください、まあ、おそらくイメージとしてはこんな感じになるんじゃないかなというふうに思います まあこの選抜の時は配信されたんじゃないですかね。ですけども、まあ軟式ではまあそこまではちょっといきなりまあ期待できないかと思いますけど、もしやってもらえるんだったらめちゃめちゃ面白いなというふうに思うんで、まあ、できたらやってもらいたいですよね。ノウハウはあるので、あとはもうやるかやらないかだけだと思うので、まあそこは今どこまで予算を出せるのかといったところにもなってくると思うんですけど、ぜひそんなこともまあ将来的には期待したいなというふうに思います。 これまでこの代理抽選っていうのは、まあ代表校にとっても、ほんまに抽選会行われてるんやろうかってぐらい、ちょっと不透明なところはあったので、まあ、今回のこの対応っていうのは、まあすごくいいことだなというふうには思います。で、今回僕が楽しみにしてるのは、まあ代表校が初めてくじを引くということですので、この全国選手権の組み合わせの、まあ今まで明らかになってこなかった、まあレギュレーションというか、明文化されていなかった部分が、まあ明らかになることが予想されます。例えばこれ第66回。 昨年の夏の組み合わせなんですけど、これまでは実は、まあ西日本と東日本のチームっていうのは、絶対初戦で当たらないというような、まあこれも明文化されてはいないことなんですが、まあそういった組み合わせで改正されていたんですけども、まあ昨年の大会で、まあそれがちょっと崩れて、広島、渚と松山翔、まあこの辺西日本のチームですよね。あとはこの筑陽学園、カナ南も、まあ西日本のチーム同士なんですけど、変化もあったので、まあ今年どうなるんだろうということはちょっと思っていたんですけど、まあその辺も今回の組み合わせ抽選で明らかになってくる こととかなといいう,うに思いますあとはちょっと、まあ、これはもうほんまにあの都市伝説レベルなんですけどまこ、あ、としやかに言われていた、まあ、全国の最多優勝回数を二分している2チームが決勝までは当たらないという、まあ、この組み合わせ表を見てもそうなってますよね。 まあそういったこともちょっとまあ今年やかに言われていてまあ今年やかに言われているというかまあ事実そうなっているのでまあこの辺もぶっちゃけこの代表校が参加することになるとまあそういったこともまあなくなってくるのでね強豪校同士が早いタイミングで当たることによってまあそれ以外のチームが上位に上がっていくという可能性も高くなってくるのでそういった意味でも代表校が抽選をするっていうことは思っているよりも結構でかいことなんじゃないかなというふうには僕は思っていますまあそんな感じで今回長年なかなか改善されなかった部分 っていうのが動いてきたので、まあ、一ファンとしてすごく嬉しいですし、その他にも例えば、まあ、全国選手権で、まあ、ブラバンが来れないチームが、まあ、音響で応援をできたりだとか、まあ、そういったまだまだ盛り上げるためにできること、まあ、アイデア次第でできることっていうのも全然あると思うんで、軟、まあ、式だからできるってこともあると思うんですよね。この小回りがくというか まあ全国16代表しか出ていない。まあ、公式に比べたら小回りは効くと思うんで、まあ、そういったところで、むしろ公式にはできないことっていうのも、どんどん軟、まあ、式で実験するぐらいみたいな感覚で、まあ、試してみてもらえると、まあ、野球界全体にとっても、まあ、メリットになるんじゃないかなというふうに思います。あの本当に今回の件はすごく嬉しかったんで、まあ、緊急で動画を撮りました。めっちゃ楽しみです。